これは辛いの。デリシャスバーの明太子なのだ。ピリ辛アミーゴはこんなもんじゃねえぜ。なんと、食わなくて正解じゃったな。リーちゃんも食べるのだ。ん？ああ。ああ。リリーさん、また何か考え込んでる。あの面持ち、悩んでるって感じだ。いろいろと聞きたいことがあるけど、話しかけづらいよな。個人的なことだとしたら、失礼にもなるし。おい、リリー。なんだ？いろいろわけがわかんねえ。そろそろ説明してくんねえかな。そうか。もっともだな。わかった。あとな。お前、ノアに使いを頼まれてから明らかに変だぜ。ん？うじうじ考え込むくらいだったら話しちまえっての。一緒にいるこっちの身にもなれよ。申し訳ない。安心しろ。ここにいるのは余計なおせっかいが大好きな連中だからな。はい、その通りです。 D ちゃんの悩みは何なのだ。ぜひお聞かせください。相談に乗ろうぞ。みんな、アニス、グッジョブ。え？君のデリシーのなさに乾杯。あ、褒めんなよ。褒めてないですってば。あ？まあ、突破口にはなったな。さすがは親分なのだ。んだよ、おめえら、ニヤニヤしやがって。まあまあ。では、リリーさん。ん？アニスがきっかけを作ってくれたんで、聞いちゃいますね。ああ、なんなりと言ってくれ。それじゃあまず、赤岩の民って？約300年の歴史を持つ剣豪の集団だ。皆一様に輝くような赤い目を持ち、剣技の凄まじさはセルダールに敵なしと言われた。ああ、思い出しました。そのあまりの強さが、おごってしまい、王宮に反旗を翻したのですわ。つまり、クーデターってことですか？そうだ。それを起こすために組織されたとの説もある。だがそれは失敗し、首謀者たちは全員処刑。残りの者も戒めとして、人里離れた深い山中に追放された。ふむふむ。なんとなく分かってきたぞ。今から向かう村にはその者たちの子孫がおるのじゃな。その通りです。今も剣の技は受け継がれ猛者ぞろい。彼らにしてみれば誇りの継承であり存在意義なのですが、そのことが現在の世論から反感を買っていることも事実。当然ながら王宮に近しき者たちはより敏感です。それじゃあ陛下の言っていた偏見って、赤岩の民に対する迫害感情ですか？ああ。根絶まで言い出してる集団もいるって。うむ。赤岩の民たちも、セルダールにおける自分たちの立場は十分に理解している。故に、今も山奥にて静かに暮らし、村から出ることは滅多にない。なるほど。シリアスなのだ。なあなあ。例の件はそいつらにしか抜けねえのはなんでだ？イニシエの技術により特定生体情報がなければ刃と鞘の癒着が剥がれぬ仕掛けになっている。グレンの剣はもともと赤岩の民の宝なのだ。なんでそんなもんがセルダール城にあんだよ。王家転覆に失敗した折接収され、その愚かな行為を世に知らしめるためあの場所に固定された。ああ、晒しもんね。そういうことだ。では、その剣をアイラさんって人に抜かせるように言われましたけど、話の流れからするとその人は赤岩の民なんですね。いかにも、私の剣の師匠だ。え？リーちゃんの先生なのだ。
そうだ。立場上二つ名を持たないが、おそらく都への五剣以上の実力を持つと思う。ひとたび剣を持てば無敵だ。ああ、ちょっと脱線しますけど、その五剣って何のことなんです？ん？話していなかったか？ええ、多分。何？単純な話。連想剣を体得した者に与えられる階級のようなもの。数が多ければそれだけ強い証、それだけことだ。なら、リーちゃんは七重の五剣だから、アイラ先生よりも弱くて、メノカやデリアナより強いのだ。数字だけで見ればそうなるな。謙遜しよって。聞いたことがあるぞ。公の記録において七重獲得はお主だけなのじゃ。それじゃあリリーさんはセルダール公認の最強騎士ってことじゃないですか。まあすごいですわ。いやいや、今言った通り師匠にはとてもかなわない。あくまでも公式記録の話、上には上がいるものだ。やめてくれ、褒められるのには慣れない。こら、パクんなよ。それじゃあ名前が出てきたので、もう一つ脱線させてください。うむ。セルダール城で会ったメノルカさんとデリアナさんですが、なんか喧嘩してるみたいっていうか、ひょっとして仲が悪い。そのことか。あの二人は同期なのだが、入隊時から剣の中でな。しかもあるきっかけでそれはさらに助長されてしまった。あるきっかけっていうのは？話は10ヶ月前に遡る。陛下の命により私がこの絵を離れ、エンジェル隊へ入隊する時のことだ。仲違いしているとはいえ、実力は他の追従を許していなかったのでな。二人を次期隊長候補として推薦したのだが。何をやっているのだ！お前たちのくだらない小競り合いが隊に悪影響を及ぼしているではないか！全くどうかしている！隊長候補であるのを知れば少しは自重するかと思えばその真逆！しかも今や相手を蹴り落とす様が見え隠れする始末。騎士としての志を捨ててまで隊長になりたいのか！おっしゃる通り、失礼ながら。何だと？我、なりたい。隊長に自覚あり、ふさわしき力。我だけ、リリー様告げる者。述べよ、笑う理由。いえ、別に。愚弄するか。やれよ。まあ、怖い。気に障る、その態度。そう、私もとっても気に障るんですのよ、あなたのその自信過剰な態度が。おい、決着。よろしくてよ。うーん、やめんか。もういい。これ以上聞くにも見るにも耐えん。己が出世のためにいがみ合うなど言語道断。お前たちの精神面は未熟と判断し、次期隊長への推薦は取り消す。リリー様、落ち着いてください。私は至って冷静だ。では誰を選ぶというのです。現在の隊の中に他に適任者がいるとは思えません。誰が隊の中から選ぶと言った？え？お前たちのいさかいが原因で嘆かわしくもこの絵は分裂しかけている。このままではどちらが隊長となっても遺恨を残すことは必至だろう。ならば喧嘩両成敗、どちらも選ばず次期隊長は外部の者を推薦する。これが私の結論だ。お前たち二人はしばらく頭を冷やせ。
このような経緯で私は二人を推薦しなかった。へえ。ああ、それでホルテさんは。ホルテ？はあ、そうか。ああ、ガテンが言ったのだ。だからあの時教官は。ちっと待て、何の話じゃ。俺もわかんねえぞ。ああ、ごめん。僕がルクシオールに着任した時のことだけど、フォルテ教官が急にセルダール近衛隊長代理に選ばれたんだ。あまりに唐突でしたから少し疑問に思ってました。近衛隊長にガバの人が収まるのは変ですものね。もちろん前代未聞だった。だが知っての通り、シュトーレン中佐の指導力は折り紙付き。陛下に強く進言し無理を通していただいたのだ。しかしヴェレルの乱によって、そのシュトーレン中佐もノイエからの追放処分を受けてしまった。ですわね。それじゃあ蝶はどうなったのだ。まだ決まってないのだ。いや、さすがにそれはまずいからな。陛下がすぐに別のものを任命され、タイとしては事なきを得た。今はうまくいっているようだ。あの二人を除けばってか。そうだな。セルダールも大変だね。近衛隊長殺戦やら赤飯の民やら。赤眼だ。あれ、グリシーニより白波少尉。白波です。まもなく指定ポイントです。着陸態勢に入ります。了解。着いたか。ええ、赤眼の民の村です。師匠に会うのもかなり久しい。これが村？あの家しかありませんよ。住居はこの森に点在し、場所は伏せられている。私もここを含め数軒しか知らぬのだ。市長なんですね。ああ、迫害の厳しい時期もあったらしいからな。では師匠を連れてくるゆえ、皆ここで待っていてくれ。わかりました。なんか寂しい雰囲気ですね。随分と山奥ですし。静かなのだ。人の気配がせぬ。お宝の匂いも全くしねえぜ。何言ってんだか。まあな、どんなやつだと思う？アイラさん。ああ、リリーの師匠というくらいじゃからの、久しくはなさそうじゃ。確かに名前からすると女性でしょうか。だと思うけど。あの地味に厳しいリリーさんを指導してきたわけですよね。やっぱり少し怖そうなイメージがあるかな。どんな人なのか気になってきたのだ。ピッコーン。おい、なの？にゅ。俺たちでいろいろ言うからよ、ちょこっと変身してみろよ。あ？な、顔だけでいいからさ。アニス、ナノナノは変身が嫌いなんだから、無理言ったらかわいそうだろ。了解なのだ、やってみるのだ。あれ、想像の人ならそんなに辛くないのだ。大丈夫なのだ。そっか。よっしゃ、そう来なくちゃな。ちょっと面白そうかも。場所的にネガティブじゃからな、ポジティブに行こうぞ。賛成です。それじゃあ行くのだ。まずは輪郭だ。どんなのがいい？少し面長な感じはどうでしょう。パーツが邪魔だな。耳以外全部消せよ。うん、怖え。不気味だな。目だ目、次は目。鋭そうじゃ。次眉。
凛々しい太めで。お、なんかよくね。なあ、そう。よし、次は鼻だ。ピッと高そうです。口、小さく引き締まった感じじゃ。おお、いいねいいね。ああ、少しかっこいいかも。最後は髪の毛だ。剣を振る関係上、短めの感じでしょうか。とりあえず、色は黒で。やった、すんげーかっこいいじゃねえか。確かに精悍な印象じゃが、なんか男の人みたいです。なる、くっそならヒゲだ。こうなりゃ男にしちまおうぜ。ビシッとかっこいいの生やせ。顎にもな。渋いですわ。これだ、完璧。お腹痛い。こんなのがリリーさんの師匠なわけない。待たせたな。覚醒、ポケホ。嫌よな。戻せカオ、早く。私の師匠がどうとか聞こえたが。いえいえ、なんでもありません。あ、そうか。では、連れてきたゆえ紹介しよう。ん、師匠、木の陰で何をしているのです。いえ、その…皆に紹介します。こちらへ。はい。では改めて、私の師匠だ。どうも…やあ大丈夫ですか。ほら、立てますか。ごめんなさい。もう一度挨拶を。はい、アイラと申します。どうも、カルーア・マジョラムです。こんにちは。いつも弟子が、お世話になっています。いえいえ、こちらこそ。あ、どこへ。怪我はありませんか。痛い。一体どうしたというのです。だって恥ずかしい。みんな、私の大切な仲間なのですぞ。しっかりしてください。ごめんなさい、ごめんなさい。すごい。はい、年っ子なのだ。こう来たか。予想外じゃ。とっても可愛いですわね。Ha ha ha!
村以外の場所で体験することは固く禁じられていますので。なあ、アイラさんよ。はい。デリシャスバー食う？お菓子ですか？ああ。はい、いただきます。ほらよ。もう。おいリリー、本当に師匠なのか？師匠だ。だってこれだぞ、これ。はい。剣の師であることに変わりはない。なバカな、言っただろ、ひとたび剣を持てば無敵だ。そうっすか、なら例の剣を抜いた時にでも本領見せてもらうわ。あのリリーさん。イエス、マイマスター。丈夫なのでしょうか。私がお城に入り、雨津さえ紅蓮の剣に触れるなんて。ノープロブレム。陛下から持ち出しの許可もいただいておりますし、何より師匠が抜刀することは勅命です。説明しました通り、刻まれている文字は敵ウィルの手がかりになる可能性があります。どうしても抜かねばなりません。下校は夜中、人払いもされておりますゆえ、心配は無用かと。はい、では師匠、参りましょう。はい。紅蓮の剣をただ抜くだけです。静かに、そして手早く。わかりました。カズヤ、いいか。ええ、みんなも大丈夫？ OK なのだ。行きましょう。いざ出陣じゃ。やっぱあちなわけね。当然だろ。よし、突撃。師匠！マジですか。はあ。ほら、大丈夫だ。いいから立ってよ。ったく、あ、危ねえ。やだわ。なんじゃと。全員夏目のそばへ。痛い。やられたの？なに、俺も師匠さん買っただけだ。それよりリリー。ああ、気配を感じなかった。つまり手強いということ。うわっ。どうしたの？マジ毒屋だ。毒？なるなの。分かってるのだ。これ蘇生が複雑なのだ。時間かかるのだ。でも解毒はできるんだね。できるのだ。殺す気満々じゃない。そうですね、例の高派集団だな。高派は根絶を掲げる高派集団も不穏な気を見せているらしい。そうなのか。止まれ。我らはセラー
ールに完全なる太平をなすべく、忌まわしき赤眼の民に正義の鉄槌を下す軍団、その名もパージオブスカールトワイズ、略してポーズと呼んでくれ。ダサいの？うだい！そこに最強の赤眼の民アイラがいることは知れている。さっさと差し出せ。断る。断るの？当然だ。なら死ぬよ。死なん。いや死ぬっては。絶対に死なん。顔隠し徒党を組み、闇夜に紛れて不意を打つ、そのような卑怯者恐るるに足らん。言わせてよ、ゲンバ。後悔させてやるからな。どこ払って。姫、ありがとうございます。朝飯前じゃ。夕飯か。こしゃくな。全員進め。立て続けに切りかかれ。防御の隙を与えるな。ほう、少しは頭が回るようじゃな。テキーラ。おいさ。ねえねえ、どのくらい加減する？いらない、遠慮なく。あれそう？鎧は電気をよく通すから聞いたのに。なぬ。大気に宿りし雷の使者よ。まさか。願いに応え、この手に集え。魔法か。輝きうなりて裁きを下せ。引け引け。手を振る。エレクトリシタスや剣術。上がり。あら、下がれ。魔法が効かぬということは連想剣の使い手だ。七々の五剣も五対一ではかなうまい。む、美子、そこの銅像を。いいですね。 NG ですか、リリーさん。 OK だ。陛下もお許しになるだろう。なら、ガーンってやっちゃいます、なんだと。ストライクだ。スプリットだったのだ。惜しい。かわした時の俊敏な動き、かなりの手だれだ。ここは私に任せろ。お願いします。赤眼の民をかばう不埒者だ。やってしまえ。うりゃー。うい、凄まじい喧騒だわ。まさに嵐。刀が見えないのだ。どダメだ。二人を相手に互角に見えるけど、リリーさんの踏み込みに勢いがない。押されてるんだ。よしよし、いいぞ。七重の呼吸を倒してさえ。リリーさん。鎧を外したらどうだ。その方が動きやすいだろう。私を仕留めるのも楽になると思うがな。メノルカ、デリアナ。え？お前たちの癖くらい熟知している。見抜かれた、やはり。バレバレでしたわね。なんでこの二人が。言い訳を聞こうではない。何故こんなことをしている。
何もなし。語ること見たままですもの。ならばその集団の一味と判断してよいのだな。問題なし。一向に私たちポーズの一員です。ではあの狩猟らしき人物と考えは同じとするわけか。一切なし。否定要素。おっしゃる通り。理解できん。教えてくれ。お前たちなりの理由を。何故赤眼の手を憎む。何故根絶やそうとする。皆無理由。忌まわしき血は断たれるべきですわ。そうか。いつからなのだ、その集団に組みしたのは。10年前、およそ。少し先ですが、ほぼ同じです。なるほど。犬猿の中は同じ組織であることを隠すための美濃か。お前たちは3年前、私がこの絵隊長に任命された直後に入隊したな。つまりこのリリー・シャーベットは最初から最後まで騙され続けていたわけだ。その上あろうことか、次期隊長候補にまで推してしまった。どんな笑い草か。優れただけ。我らの密偵術。気に病むことはありませんわ。いやいや、うぬぼれるな。私も同じ穴のムジナだ。意味不明。言動。まさか、リリー様も団員。その逆だ。やはり片馬か。バカだ。リリーが抜いちゃったのだ。なんで？どうして？あれは赤眼の民にしか抜けないんじゃ。の理解。それだ。感じるぞ、お前たち二人の心の乱れを。さあかかってこい。決着をつけようではないか。いつへ我。私は世へ。心へ。け七へに負ける理屈が見つかりません。いやー、リリーさん頑張って。やっつけるのだ。いけそこじゃ。これはリリーさんの動きが違う。全く別物だ。二人の激しい剣撃を流れるような動きでいなしてる。見応え。何ですのこれは。隙だらけだぞ、この未熟者どもが。安心しろ、峰打ちだ。